松。あれはカラマツ。赤いのが松で、黒いのはカラマツ。この土地のことをもっと知りたいんです。結局芸能事務所の小銭稼ぎに俺たちを食い物にしようとしてるだけじゃねえか。まあ説明してくれるって言うんだから、まずは聞こうや。皆さんに分かっていただきたいのは、この施設は地元の利益にもなるものだということなんです。堀口さんが思ってるほど住民の方たちはバカじゃないです。中性やりすぎたらバランスが壊れる。